はい、ということで始まりましたレッスルエンジェルスサバイバー実況プレイパート16ですね。やってまいりましょう。今回も私ダースがね実況の方を担当させていただく、こちらの、動画なんですけれども、前回は確か星名さんがお怪我されて終わったような気がするんですが、どうでしたかね。ちょっとお金をね今貯め込む段階ということで、なんとかね 1000AP 稼い、1000AP までお金を貯めてですね、そこからレスラーをねもっとこう増やせるように設備拡張ねしていきたいなという形で進めてまいりましょうか。そうですね、とりあえずジムに行ってですね予定を立てましょう。で今誰がどういう状況なのかっていう話なんですけども、千鶴ちゃんと、村上さんが多分ですね技を覚えたので、個性を伸ばすっていう形に勝手になってると思うんですけれども、ちょっと見てみようか能力ね。そうですね、千鶴ちゃんはもう打撃技以外はいい感じに技を覚えられてるような印象でしょうか。能力としてはですね、そうですね、やっぱりどうしかって言ったら攻め重視の、能力という形になってますかね。ですので、というかこのゲームっていうのはその要は攻め続けることができれば防御はまあ切り捨ててもいいんですよね。まあ食らうことがないので、だから攻め重視でいった方がまあキャラにもよると思いますけどもいいっていうのがあるかもしれないですね。はい、ですので千鶴ちゃんはとりあえず攻撃中心でやっていきましょうか。さて練習練習。まあね、こういう形で、指示与えまして、次なんですけれども、小川さんは技を覚えさせてるんだっけ？そうですね、投げ技が1個しかないと。締めにばっかりやっぱり言ってる印象ですかね。ですので、ちょっと、そうですね、飛び、投げ、打撃あたりをちょっと技増やしたいですね。飛びはいいのか、2つあると。投げ打撃ですね。投げが、で、3ですので、まあ、もう少しさすがにちょっとアームイップだけだとね、どうかなっていうのがあるので、技やっぱり覚えさせましょうか。今何覚えとしてんだろう。あ、ボディースラム覚えとしますね。ただ彼女の実力であればもうブレーンバスター覚えさせれるので、これボディースラムじゃなくてブレーンバスターの方が良くないか。こちらの、レベル3ね、これにしましょう。はい、そして、そうだな。あとは。で、星名さんが、お怪我されてるんですけれども、どうしようかな、これ。休ませて、1ヶ月で治る可能性が、まあ、ないかもしれないので、殴り込みを同時に行うって形ですかね。であれば、星名さんをまず休暇させましょう。ありがとうございます。実家に帰って、親孝行してまいります。やっぱり休暇時のセリフっていうのもこう用意されてるみたいですね。そして村上さんはどういう状況でしたっけね。まあ彼女もいろいろと見直さなければならない、レスラーという形なんですけども、やっぱりちょっと技の少なさが目立ってるっていうのと防御力がなさすぎるねですので、まああえてここね防御を切り捨てて攻めだけでいくっていうのも面白いかなとは思うんですけれどもね。そうですね、もう少し、ちょっと攻め鍛えていきましょうか。ちょっと投げに特化しすぎてるのがねあるっていうのは感じますけども、とりあえず攻撃中心で。練習ばっかでよく飽きねえな。これ初めて聞いたな。まあちょっと頑張ってもらいましょう。うん、まあ今回はこんな感じですかね。でお金を使わずして、終了と。で最後に殴り込みですね。太平洋にまたね誰かしら送り込んでやりましょう。あ、新日にしちゃった、間違って、太平洋女子ですね。はい、で、3名送り込めるわけなんですが、やっぱり目立ちたいとかね、いい成績残したいっていうんであればこの3人になりますよね。うん、まあ、今星名さんいらっしゃらないので、この3人を送り込みましょう。はい、で終了と。はい、さあ、これでちょっとどうなるかって感じで、まあ、来月の行動っていうのもね変わってくるんですけれども、まあ、多分うまいこといくと思われです。新日は特に、動きなしと。多分太平洋も何もしないんじゃないかな。うん、はい、で今回、僕らの団体人が足りてないので興行はちょっとできないというような形になるんですけれども、その代わりにこう殴り込みが、あるというような、ところでしょうかね。
で、一応まあ非観戦ではありますが、あの試合の結果は見ていきたいなというふうに思います。お、レベル上がりましたね。で、小川さんがブレンバスター取得、来月また調整ですね。これね、1個技覚えてとりあえず調整という形で、やっていきましょう。うん、さあ、ということでここからですね、太平洋女子の興行があるわけなんですが、あ、先に新日のですね、新日の方を飛ばしまして、てかまだレスラーの補給してないのかね。ボンバーさんが、抜けてから埋め合わせしてないですね。お、え、超前に、うわ、え、オーバーしちゃってるじゃん。な、すごいな、こういうこともあんのね。まずは小川さん対中井さんですね。中井さんっていうレスラーっていうのは戦ったことないのでどんなやつか分かんないですが、あ、小川さん勝ちましたね。はい、続きまして真田さん対成瀬さん。成瀬さんもちょっとご存じないですね。まあ下してくれるでしょう。はい、いいですよ。これは相手団体の、レスラーばっかりですので、まあ飛ばして、伊達ちゃんとソフィアさんって方が組んで、北斗大学みたいに戦うと。あ、勝ちましたね。伊達ちゃんがオーガさんを下して、勝利と。はい、これ、関係ない試合ですので、どんどんね、飛ばしてまいりましょう。まあ、今回の、太平洋の公演っていうのが何回まであるかちょっとわかんないですけどもね、まあ、どんどん飛ばしていきたいなと思います。で、真田さん対成瀬さんですが、あー、やられましたね。やっぱり相手もね、同じような実力なんですかね。勝ったり負けたりって感じで。あ、そしてこの、戦いですね。大賀さんと伊達ちゃん、あ、勝ちましたね。そして、小川さんが属しているチームが勝てばいいんですが、あー、やれてしまいましたね。まあ、直接小川さんがやられたわけではありませんが、試合結果としては、黒星という形になってしまいました。さあ、そして3日目なんですけれども、こちらはいかがでしょうか。お、小川真田組対、相手方の太平洋組って感じですかね。あ、勝ちましたね。こちらは関係ないので飛ばしてと。そして伊達ちゃんとシンディさんという方が組んで、オーガさん、それから柳生さんとの、対決、シンディさんがオーガさんを下して、勝利となりましたね。でこちら関係ないので飛ばしてまいりましょう。はい、そして4日目ですね、小川さん対、中井さん、あ、タックか、これタックで、どうでしょう。あ、小川さんが属しているタックチームが勝ちましてと。で、伊達ちゃんが属しているタッグ戦なんですが、あ、伊達ちゃんが大賀さんを破って、決定打という形でね、勝利しまして、真田さんが、属しているタッグチーム勝ちましたね。まあ直接決めたわけではありませんが、相棒がね、こう決めてくれたっていうような、ところですね。まあこの辺はね、ちょいちょいと飛ばしていきたいなと思います。はい、ですので、さあ、こちらのタッグと、あちらのタッグで、こちらが勝利と。いい感じじゃないですかね。勝ちの方が目立ってるような気がします。はい、ですので、まあ、バンバン飛ばしてですね、あ、豪快公演で終わったみたいですね。で、多分あっちから殴り込み来ると思うんですよね。わ、すっげえな、めちゃめちゃ稼いでる。さあ、どうなる。12月か、もうそろ、もうそろというか次で3月ですね。おお、まあ、作戦成功って感じですかね。星名さんが、1ヶ月でね、怪我完治と。大丈夫みたいです。やっぱりあと一人欲しいね、レスラーね。1ヶ月休めれば、新日女子から年末のタッグリーグ戦への参戦以来、何これ。いや、まあそうですね、してみますか。じゃあ年末ったら今月か。伊達ちゃんと真田選手を、エクストラタッグリーグに派遣しておきますと。じゃあまた興行できないのかな。多分そういうことだよね。あ、大丈夫か。あ、大丈夫はないね。殴り込んだけど、相手からね、二十歳以上来なかったので、ちょっと今回も興行できない。全然金稼げねえな。まあ仕方ない。タッグに送り込んだ二人がね、ちょっと活躍されることを祈って、ね、育成に励むしかないですかね、今はね。はい、ちょっといろんなことがありましたが、星野さん、これもう休ませる必要ないですね。そして小川さんが技をね、覚えになったってことなので、どうしましょうね。飛び技、パワーと打撃、パワーはもう捨てる形かな、これは。打撃がちょっとエルボーだけだとねっていうところありますが、どうでしょう、これ。攻め特化にさせた方がいいのかな。
ょっと迷うところですけどね、こちら攻め中心でやっていきましょうか。練習開始します。はい、続きまして、これではそうですね、あとは星名さんを、休みからねこう変えるっていう形なんですけれども、星名さんもそうですね、攻め重視ってことでコイン記録上げていきましょう。今回のメニューはねこういう形で何事も基礎が大事です、やっていきたいなと思います。はい、そして今回は終了と。さあ年末のタッグリーグね、気になるところですが、どうなるでしょうか。終了。よし、さあ伊達ちゃんと真田さんならねやってくれるでしょう。ただね新日からの誘いなんで、あ、新日のマイティユキコ選手が海外団体に移籍ですね。エースではなかったのかな、ちょっと分かんないですけどね。太平洋女子は普通に楽しいゲーム、ちょっとずつねお金貯まってきてるんで、そろそろ何かしてきそうですね、あっちもね。で今回も、伊達ちゃんと真田さんご不在なので、興行することはできないというような形になりますね。そして、年末のタッグリーグなんですがどうなるでしょうか。うん、支出ばかりだな最近ね。まあ興行してないから仕方ないです。で、千鶴ちゃんがレベルアップ、そして真田さんが、レベルアップですね。っていうかあれなのかな、あのタッグリーグ行ってても仕事は継続されるんですねよくわかんないな、まあいいや。さあそして年末ということでどうなるんでしょうか。はい、さあリーグ戦ですからね、まあ勝てば勝つほど有利にことを進めれるっていうような感じですかね。あ、超満員で、しかもあれなんていうものかな、で最初これどうやって見るんだろう。あー、そういうことか。この A チーム、B チーム、C チームって感じですかね。で、僕らの、伊達ちゃんと真田さんは G チームに属してまして、1回戦目はこの沢崎ミシェール組とやるみたいですね。どっちも知らないレスラーですけど、どうなるかって感じですかね。いや、まあこれはちょっと見るしかないでしょう。観戦。はい、ちょっとね、楽しみなところですが、そうですね。悔いのないようにしてほしいというか、結果を残してほしいというのはね、ありますけれども、どうでしょうか。あ、ミシェールさんってこの人か。沢崎さんは知らないな。さあ最初は伊達ちゃんですね。うわー強いですね、相手の能力見てもね。まずは打撃で先制、はい、エルボーがヒットしまして、こっからつなげていきたいですけどもね。うん、打撃はこちらの方が断然有利ですね。はい、エルボーエルボーどんどん行こう。さあこっからだ。おっと相手の投げ技、うん、強力ですね。フロントスープレックス。あ、ここでミシェールさんにタッチ。なんかすごい格好だけどね。そして打撃。ミシェールさんっていうのはこれ何が得意なレスラーなんだ？あ、真田さんにタッチですね。あ、ミシェールさん飛び技得意なレスラーですね。さあ、投げは大したことない。真田さんの方が、防御力あるような印象ですかね。さあ、だがちょっと攻めあぐねているところでしょうか。この辺からね反撃していきたいですが、おっと打撃どうよ。エルボーがヒット、わりかしいけそうではありますが、まあ油断はならないですね。さあステップキック、おすげえ強いこれはいけるかもしれない。おっとここでポールだ。あー、ワンで返しましたね。相手の打撃攻撃、さあここは逆水平ですね。ただまだね、全然いけます真田さん。おっとここで沢崎さんにチェンジ、そして投げ技、あーフロントスープレックス強力ですね。さあそして飛び技ですね。この沢崎さんっていう選手は投げ技が得意なレスラー。あ、そして真田さんの必殺技、これで終わりだ。あ、かっこいいこの、ね、必殺技の A っていうのは。そしてジャンピング2パット強力だ。こっから伊達ちゃんにチェンジ、ね、一気に決めてやってください。お、締め技きましたね。ここでスリーパー。ただ、あ、カットに入りました。あ、真田さんがカット妨害したが、ミシェールさんの方が早かった。解かれてしまいましたね。そしてここで投げ技。アームホイップですが、伊達ちゃんの防御力もね、相当なもんですからね、あまり減りませんと。そしてスリーパーで締め上げる。おっと、ロープブレーキですね。ちょっと場所が、相手のロープ側なんで、サブミッションってなったら、ね、ちょっとこう、あまりよろしくない形ですかね。
はい、そしてこちらもロープブレイクしてからのミシェルさんにタッチ。おっと、ここで合体技だ。ダブルドロップキックが炸裂したが、思ったより減ってないぞあんまり友情的なあれじゃないのかな。アームホイップ。さあ、もうソロ決めたいところですが、ここでフォールですね。おっと、カウント 2.5。 さあ、最後の余力を振り絞って相手もね、戦ってるわけですが、ここでアームホイップ、そしてスタミナを切らすことができた。どうする、押さえ込んだ。さあ、これはいけるでしょうか。おっと、カットに入った。そして真田さんが妨害成功すれば、おっと、勝ちが見えるか。これは、あー、 2.8、 もう一攻めですね。ここで強力に行きたいとこ。おっと、合体技だ。これ決まったろ。はい、ダブルラリアートが炸裂しました。ここでカウントを取ることができればいけそうですけどね。どうでしょう、カットが入ったら別ですけど。って決まっちゃった勝ちましたね。まあ初戦なんでね、こんなもんでしょう。いや、にしても強えな、このチーム。もっと練習しないとね。勝ってもまだこう先を見続けると言いますかね、求めるものがあるっていう、この貪欲な姿勢ね、いいですね。はい、ということで初戦は、我が伊達ちゃんと真田さんチームがね勝利ということでなってわけですけども、次回からですね、はい、第2試合を開始しますってことで、あ、これ続けてやる感じか。であれば、パート16は一旦ここで試合ましょうか。次回は初っ端から試合ということでやっていきたいなと思いますと思ったら、これはちょっと僕らの選手属してないので、そうですね、試合開始前まで、じゃあ次回はカットしておきましょう。はい。では次回はリーグ戦、続きの方ね、楽しんでいただけたらなというふうに思います。皆様ご視聴ありがとうございました。それではね、次回のパート17の方でお会いしましょう。その時までお元気で。さようなら。バイ。